年貢シューターの健康将軍。おだよ、待っておれ。今ニッチもサッチもいかぬようになっておろう。よか成敗。はい。まあ、この織田といえばですね、織田はもう武田とも結んでおりまして、もう本当にニッチもサッチもいかない。だから我々がですね、ガス抜きでちょっとね、援軍なんか出してやってる。事前事業ですよ。将軍の事前事業。ガス抜きしてやってんだ。織田のね、暴れるところ、作ってやってるんだと。いう恩着せがましい展開を、今やっております。で、我々、目下の敵、赤松目ですね。赤松目がこの、我々に盾ついてきた。幕府に反逆したのだ。いわば朝敵である。速やかに滅べるべし。速やかに滅ぶべし。ベロ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 言っちゃったよ、ほんと。たまにはベロベロしたいよね。何の話？キモ。というところでですね、今日は沖市場、神月城、行っちゃって、ここのですね、裏紙の3つ、3拠点。これも取り上げてやらなきゃいけないと。ね。世がこうやって赤松を攻めてんのに、何にも言ってこない。大丈夫ですか？世は、なんか、握り飯とか持っていきましょうかって、世のところに使い一つをよこさないの、これは。これはもう敵と見なしていいだろう。うん。世は厳しいんだ。さあ、今日はそこまでいけるのかどうか。考えただけで、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって、参りましょう。はい、それではちょっと進めてまいります。何？僧侶。あ、ここまでかよ。米がないの？みんな米がないの？嘘だろ？ギリギリ間に合わなかったか。あ、間違えた。城攻めてる場合じゃないよ。一回ミキに下がるんだ。一回ミキに下がれ。あ、ミキじゃない。五着に下がれ。あ、違う。こっちか。こっち負けてんだ。この兵数で負けてんだ。へぇー。負けちゃうの？野戦となる。お？小早川の高影のが来た。ちょい、お前、世の幕臣にしてやる。こちらに来んか？そんな、いいだろう。もうすぐ死ぬぞ。元就は。敵将、我が手に落ちた。我が手に落ちました？持ってきましたね。江村近俊。こりゃ来ねえだろうな。豊貴君にはお使いできません。お使いできないか。貴君じゃないぞ。貴君、君か？貴君。呼び方が違う気がするんだよな。じゃあ初段。悔いはありません。うん、そりゃそうだろう。あの口の聞き方ってもんがあるんだよ。さあ、初めての制作やりました。今プラス3300、金は68000。まだ少ないよね。これまだ少ないよ。まあ制度改新は進めますか。ちょっとずつしかね、減らないし。3つ。ああ、これ3ついくの？ちょっと待って、三つは怖いんだよな。こっちは、神前がね、神前があの、生命線なんだよ、こっちはよ。怖いね、それは。大丈夫？いや、ちゃんと神前入れてこう。よし。ぼちぼち、五着に置いてる兵を戻すか。これで動くかどうか。まあ、動くんであれば、世も出発しよう。もう、二条五所。一万の兵を超えている。どうですか、これ。大丈夫？いいね。強撃で、勝っている。あ、でも、鈴木重秀やられたぞ。これダメだ。お。いいぞ。でも、来るよ。ことになろうとは。ダメだった。戦が始まる。惜しかったねー。ねえ、惜しかったねー。ねえ。これ僕らがね、出てれば勝ったね。またやろうね。だからね。惜しかったからまたやろう。うん。みんな、溜まったらね、また行きましょうね。さて、ということでですね、沖潮の方、人を募ってまいりましょう。絶対に許さない戦いが、ここにはある。それでは、赤松攻め。出立いたす。よろしいでしょう。筒井の60か、ステイ。みんなで合わせて、また、再開。行くぞ。
これはなんだ。あ、軍を取る。お、そっかそっか、筒井はそうだ、もともと筒井はこっちに行く予定だったんだ。そうだそうだ、悪いの、見殺しで。口をしな。あ、なんか勝手に緑が動いてる。ちょっと待ってね、その勝手に緑やめて。織田だ、織田がこれ本気汁出して、これ最下に来てる。これ止められないぞ。織田本気汁だ。おい、ちょっとから止めろ。これふざけんな、織田にやらせんな。鈴木の信用60、ステイ。んー、なんとかこれは超速壁に頑張ってもらいたい。織田を止めてくれ。で、我々は沖潮の目の前までやってきた。さあ集結するぞ、行くぞ。もう行こう、始めよう。もう集結戦でいい。沖潮城まずいただいていくか。我らで城を奪いに来い。さあ行け。なんだこれ、蛇行して、これ蛇行運転して。元風区、あ、足利あんだって、いい名前すげえついてんだこれ。反抗構成って、これパラメータいいじゃねえかこれ。うちの姫はさ、将軍の姫だよ。だってこれ将軍の姫ってなんていうの、これ御前様だよ。御前様御前様、御台所だよ。どうするこれ。まあ、名前変えるよね。はい、世の娘の名前は、足利ラッコ。足利とラッコでござる。これ、ラッコってこうやって書くんですよ、漢字で。足利ラッコ。読みはですね、ラック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 。ラック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 。恐怖、ラック男。ディディー、ラックラックラック。はい。ね、皆さんのおかげです。世代じゃないとわからない ネタですみませんね。わかりづらいでしょうね。織田家の信用100。交渉打つってどっかやらす？もう援軍出せないよ、あいつ。使えねえな、ステイ。ということで、まずは五着を攻めようか。どうしようかね。これまた欲を変えてさ、これ先発、光月城。でもいいんじゃない？欲を変えて。また米足んねえってなるかな。米足んねえて。あ、これでだ、痛い。8000もいるよ、この城。8000も。マジか。ちょっと痛いね。ちょっと痛いね。1000痛いね。ただ2300まで一気に落ちた。いけるかな。モルの信用100に到達。故障には移らない。あー、米がね、ないね。頑張れ頑張れ。もうちょいで沖潮は落ちる。よし、出てこなかったよ、城兵。生け捕りとしたぞ。宇野別所、宇野で三度の別所列車薬列車アシャジャーメ。エイはエイでも、もういいか。はい、ね、エイ六助も知らんてだから。どうもネタが古いな。もっとネタ新しくしないとね、困っちゃうね。タイヤ、お使いいたしましょう。2名か。秘伝にはお使いできない。そうか。まああと1畳だ。一回戻り、世の恐ろしさ伝えよう。さあ2名加入、そして沖潮は2畳から離れておる。ここはど田舎だ。目標達成いたしました。帰還してもよろしゅうござるか。よろしい、帰ってよろしいぞ。うん、疲れを癒せ。そこら辺に田舎だから、あれだろ、温泉とかあるだろ。さてさてさて、ここも、兵糧がございませんよ、これ。いけますか？殿いけますか、これ。あ、従属九州が見えてる、従属九州。黒い城。申し上げまする。赤池だ。力を尽くしましょう。よしよしよし。宮部がやっと城主になったんでね。宮部じゃないとあれ出せないですね。寝返り時間もあるぞ。温泉掘削もある。忙しいな。世の城攻めは忙しいの。ラッコにやらすか。ラッコラッコラッコ。
アシカがラッコラッコラッコ、アシカなんだかラッコなんだかね、わかんねえっつってよ。はい、寝返りシカ誰？クメコロウ、クメコロウか、クメコロウだか、そうかそうか。そして、あ、クシハシ、クシハシコラサダラ、このすごく言いづらいクシハシコラサダラ、喜んでかかりましょう。いいぞ、クシハシコラサダ入ったら、クシハシコラサダ一番あれかな、優秀武将かな。うん、米がねえな。しかしあれじゃん、もうマサトラがゼロじゃん。あっという間ゼロになるよなこれで。三つぶちもゼロだよこれ。でも三つぶちはもう全滅だこれ。さあどうでしょうか。これさだ少年、主と仰ぎましょう。クメゴロ少年、忠節を尽くしますぞ。よし、いいぞ。さあこれはあと2000で、旗の春道隊だけなんとか23日持ってる。一気に行きたいところ、もう世は全滅です。世は全滅じゃ、世は全滅からのあと500。これ戦出られたらちょっとやばいかもしれない。やりました。戦出ちゃう。ああ出ちゃった、戦やばいよ。なあ信玄、信玄がすり寄ってきよった。というかこっちは将軍だぞお前。上洛せえ、上洛してしっかり顔見せえ。このはい、ダメ、ご命令をくだされ。ダメです、クソ落とせなんだ。どうする。まあかき集めればここら辺からいけるな。そう簡単に直させはせんぞ。いけるんだ我々。お騎士を上代はいらねえな。みんな騎乗するぞ。再現だ、しまった、織田が最下を取ってしまった。うわー勢いが止まらん。これ一気に四国行くな。織田強いからこれ長宗我部四国決戦でも負ける可能性あるな。で九州の方からは四国に渡ってきてはいない。まだ勝負になるか織田と。いやでも織田の強さだったらこれ渡って倒すぐらいなんてことないぞこれ。よーし、これはちょっとやばいから、織田が正髄攻め始めたら洲本行かせよう。うん、筒井と鈴木に行かせよう。そうしよう。世もちょっと多少は出すぞ。世も多少は出す、国衆ぐらいは出そう。うん、もうやるか。うん、思い立ったが吉日だ。もうやろう。交渉、筒井、援軍行け、洲本じゃ。心得た、心得たか。さあ鈴木、貴様もだ。洲本に攻めよ。それで構わぬ、早々に出立せよ。さあ我らは国衆ぐらいは送ってやろう。洲本、いけるやついないか。はい、国衆ぐらい送ってやる。もう命を賜りた、届くかなこの国衆。よし、なんだかんだ結構出してしまった。さあこれで洲本、そして光月、両面攻めだ。よろしいですか。おお、ちょ、正髄守っとけよ。すごい乗り越えてくるやん。正髄守っとけて。おいおいおい。森本成、同盟更新12ヶ月。良い心がけよ。まあ、同盟というか、従属だけどな。世が求めてるのは。腕が鳴るわい。福原を見つけた。道に落ちておったか、福原は。商人じゃ。主と仰ぎましょう。主と仰ぎましょうじゃない、世は全員の主じゃ。いい加減に分からんか本当に。でなんか神戸の顔が出てきた、なんだこれは。でまたなんか兵が出てきよる。当てるのかこれ、赤松に。どうじゃ。あ、また鈴木家また全滅しておる。おっと、赤いが入ってきた、赤いが入ってきたよ。赤い毛が
よし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 。だ直政すぐ死ぬからな。それだけではちょっと。あ、いいじゃないかこれ。筒井の15,000。洲本にかぶりついた。俺はもう鈴木はダメだけど、筒井でいけるやろ。筒井は溜め込んどる。で、織田がこの正髄行ったね。これがある限り、洲本に援軍は届かないだろう。頑張れ。長宗我部頑張れ。で、我々はこちら。手に入れるぞ。お、いいぞ。敵兵を倒し、あの、温泉ありがとう。温泉ありがとう。いいお湯だったわ。敵を打ち砕いたぞ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あれ、まだ、ちょっとまだ落ちないよ、これ。光月、あと76。よし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 。よしよしよし。あの赤松明王だな。叩きってやろうか。あ、勘弁。もう、来たくてしょうがないっていう。勘弁、来たくてしょうがない。どうするこんなに、こんな天才を。世が扱えるか世の手に余るぞ。世の部下の3倍ぐらいの、なんかパラメータ持ってるぞ。扱えるか世に。うん、で、なんか、これできてんのか、できてるか、走ってるわ。勘弁とできてるか、まだできてないか。で、勘弁の親もいる。しょうがねえな、これ。保護者同行だよ。保護者も同行しちゃって。で、裏髪のなんかいるんだ。で、赤松剛介。はいよ。よし。勘弁来たのは大きいね。さあ、戦国時代が楽しくなってまいりましたよ。ああ、要はどこまで行くんだ、これは。要はこれ、シナからシャムまで攻められるな。挑戦どころではないぞ、要は。世が滑るは、すべての、シナ、シャム、アジアじゃ。アジアっていうのか、この頃はわかんないけど。で、シナっていうのか、シナっていうのは、シンだよね。シンの始皇帝のことだよね。シンの始皇帝のシンだよね。シナは。トウか。トウだよな、大体。はい、目標達成しました。帰還してもようござるか。よろしい。一回帰るぞ。その後、この、すごいな。裏髪も兵を溜め込んでおる。こやつを倒す三段をつけるか。いや、しかし、結構、兵糧持ってるな。ちょっと進むか進むか、要は。いや、でも戦いになったら絶対勝てないから、無駄か。無駄なことはやめよう。よし。騎乗。さあ、そして、この最前線、光月誰を置くかっていうところで、洲本が勝てるかどうかですね。さて、光月ですね。誰を入れるか。まあ、赤松ね、所領安堵してやりたいけど、このクソパラメーターじゃな、任せられんな。だいたい、よう裏切ったやつじゃないか、赤松って。要は入れちゃったぞ。この度量の広さ。赤いにやらせよ。赤いのバフが入るんで、ちょうどいいだろう。赤いのやらせよ。で、勘兵衛が赤いんだが。勘兵衛赤いのやばいな。ちょっといろいろ買い込むぞ。これは。買い込まねばならない。で、赤松も、そうだな。赤松も、ここ入れ。入れるやつ、みんな入れ。よし、まずこっち左。やっていくぞ。援国東洋。誰ができるかな出てくるかな国衆取り込み。大溝衆。ジョリン。あれだ、ここだ。ここですね。この際だ。いいぞ。何気にくつきだにも結構、兵数上がりましたね。ねえ。やっぱりね、クズとかゴミとか言われながらもね、続けることは大事なんですよね。さあ、筒井家。従属九州出ました。やっぱ宮部だな。高原レベルに。宮部は、九州全部出すぞ、これ。お任せよ。次は鈴木の番だな。すごいな。ちょっと待って、これ。これいけるんじゃないか、これ。裏紙とかも。なんでだ。竹と同盟や従属。お前、竹と同盟や従属か。毛利、あ、そうか、毛利か。そうかそうかそうか。分かった分かった。あとは無理だな。
無理であろう。もうこれは余が四国を平定するしかないの。裏紙は置いといてもいいな。やってもいいし置いといてもいい。ただ急がないとこれ織田が全部食べてしまうから、これは止めなければいけない。そごう、そして白地を抑えれば、まあ織田の動きは止まるか。いやでもここね、松髄さえ取ってばあれですよね、これ3方向いけるんですよね。行っちゃうんですよね NPC は。さあどうなるか。取れるかな、洲本は取れるか。援軍また2000やってきた。制度改進を改進。着陣したぞ。有馬やられるが、敵を打ち砕いたぞ。お、いいぞ。あ、どれだけどれだけ洲本取ったな、取ったな。よし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 、大義であった、大義であった、大義であったぞ。よし、これで我々も四国への足がかりができたというもの。これは織田が1万3000で松髄はいない、兵がいない、もはや長宗我部が兵が回せない状態となった。そういうことであるか。あー、これ難しいな。まあ織田は松髄を取ると見て、我々は何とかこの蘇合とか取っていかないといけないということですね。ただ遠い、遠いな。さあというわけで、今日の要は兵力6万まで上がりました。そして維新は1600、天下一である。我が将軍である。世の顔見忘れたかということで、今回は最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをガガガガガッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またぐー。